こんにちは、ベルの竹内です。今日は夏に活躍する白スニーカーはこれだ、間違いない一足ご紹介したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。いや、もうすっかり暑くなりましたね。もう最高気温30度超えてきました。まあそのような季節なので、どうしても夏はカジュアルな服が多くなります。まあさすがにもう暑いから、もうシャツ1枚の姿で、まあ、スニーカーを履こうというふうに切り替えている方もいらっしゃると思います。なのでこの動画を最後までご覧いただけたら、夏のスニーカー選びはもう困らないという内容にしていきたいと思っております。このようにこのチャンネルではメンズファッションをかっこよく着こなしたいという方に向けて発信しておりますので、興味のある方はチャンネル登録をお願いいたします。それでは早速お話ししていきたいと思います。まずいきなりこれですというふうにご紹介します。まあ、その中でですね、私がなぜこのスニーカーを強くおすすめしたいのかということをもうしっかりとお話ししていきたいと思います。その後後半はですね、実際に私がその靴を合わせてみてですね、洋服こういうふうに合わせるとすごくいいですよっていうおすすめのコーディネートを動画でお話ししたいと思っておりますので、ぜひ最後までご覧いただけたら幸いです。だ今回私が夏におすすめしたいスニーカーもう一選はですね、もうズバリこちらです。こちらです。スペルが、まあ竹内さん本当にスペルが好きだなっていうふうに思うと思います。まあ、私はこのスペルガの靴はですね、本当に好きで、こう夏になるとですね、うわスペルガの季節が来たというふうにこういつもこう嬉しく思うわけなんですけれども、まあ白スニーカーで言いますと、有名なもので言うと、まあスタンスミスであったりとか、こう以前の動画でもおすすめしていたジャーマントレーナーというものですとか、まあ白のスニーカーは本当にいろいろありますけれども、まあその中で私がなぜこのスペルガをおすすめしたいのかということなんですけれども、まあそれはですね、もうズバリこのスペルガのこの独特なクラシックな顔つきがあるおかげでですね、まあこのようなクラシックなジャケットスタイルにもバッチリと合ってくれますし、まあもっとカジュアルなコーディネートにも使うことができる、本当に万能な靴だからです。以前の動画でもお話ししましたけれども、これはおさらいの気持ちで聞いてください。まあナイキ、アディダス、ニューバランスというようなですね、もう新しいブランドが作っているスニーカー、まあこれをもうハイテクスニーカーというふうに言いますね。まあハイテクスニーカーはもう履き心地が良くて、まあ常にこう時代とともにですね、こう変化していくものをハイテクスニーカーと言います。でまあ対してこのローテクスニーカーというのは、まあもう名前の通り、まあローテクなんですよ。ローテクでアナログな靴なので、まあコンバースであったりとか、こういったスペルが、まあそうこういったものが該当しますけれども、ローテクスニーカーのいいところはですね、こう時代が何十年と経ってもこう変わらない普遍的なデザインというのが、こう私は本当に好きなポイントです。もちろんローテクスニーカーなので、こうハイテクスニーカーと比べると履き心地は劣る部分があります。なのでハイテクスニーカーばっかり履いている方がですね、こういきなりこうスペルが1日中履いているとやっぱり疲れるなというふうに思うかもしれないんですけれども、もうそれはですね、まあ、私は人間の体が贅沢になりすぎているんだなというふうにこう常に思ってですね、まあ、自分を鍛えるつもりでですね、こうあえてハイテクスニーカーは履かないというふうに私は選択しています。まあそういうこともあってですね、このスペルガは今もこう形が全く変わらずに、こう新品でスニーカー屋さんに売っています。まあしかもですね、スペルガのいいところは安いんですよ。まあこのキャンバススニーカーという、まあこの素朴なデザインなので高くする理由もないんですけれども、まあこれで1万円切っています。なので気軽にパッと買うことができますし、まあ簡単にこじゃれた雰囲気が出すことができますので、私はですね、ぜひ皆様に本当に強くお勧めしたいです。まあこのスペルガは別に夏限定に履くものではないんですけれども、私がなぜ夏に履きたくなるのかって言いますと、このスペルガはですね、もともとはこうイタリア軍の運動靴として作られていたものでした。なので、まあ以前の動画でもお話しましたけれども、こうイギリスの靴はですね、少しこうボリュームがあって、こうボテッとした印象がありますので、私は秋冬履くようにしています。まあ対してイタリアの靴はですね、まあよりこうこじんまりとコンパクトな印象の靴が多いので、私はこう春夏に履きたくなるというふうに私は以前の動画でお話しました。まあそういった印象もありますので、まあイギリス軍の靴であったりとか、まあドイツ軍の靴、フランス軍の靴、まあいろいろあるんですけれども、まあその中でもですね、まあこのスペルガ、このイタリア軍の運動靴はですね、私はこう夏ならではの靴だと思っています。そしてこのスペルガーですね、こう色が何色も今は出ています。まあ黒、グレー、ネイビー、いろんなものがあるんですけれども、スペルガーはもう白一択で言っていただきたいです。やはりこの白のキャンバスのスニーカーというですね、もう簡単に汚れちゃうんじゃないかなっていう、まあこのその独特の儚さがあるのが、私はこの白のキャンバススニーカーの魅力だと思っています。まあ素材はキャンバスなので、まあ少し汚れたらですね、もう洗剤つけてゴシゴシゴシとかブラシでもうこすってガンガン水で洗っちゃって大丈夫です。もうそのままもう天日干しで乾かす、まあそのぐらいラフに使っていいのがもうこのスニーカーです。そんなにラフに使える靴なのに、ジャケットにもカジュアルにも使える靴っていうのはですね、
私はもう本当に優秀な靴だなというふうに思っています。まあ、先ほども出てきました、こう白のスニーカーで言うとスタンスミスがありますけれども、まあ、スタンスミスは私の位置づけとしては、まあ、こういったクラシックなジャケットスタイルではなく、よりこうスポーティーでモダンなジャケットスタイルには合わせられる靴だと思っています。なので、まあ、こういったもうテーラードの服ではなく、もう伸縮性があるですとか、もうあらゆるジャケットっていうようなこうモダンなもう運動性の高いジャケットスタイルであればスタンスミス合わせてもいいと思ってるんですけれども、まあ、こういうクラシックな雰囲気で、まあ、でも革靴じゃなく夏はスニーカーで楽しみたいという方にはですね、私はもうこのスペルがこの一択で間違いないということを強く言いたいです。それではこれからですね、実際に私がコーディネートしてみたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、まずは実際に今日着ていたジャケパンのスタイルにスペルガを合わせてみました。まあ、このスペルガのスニーカーやはり色が白なので、まあ、ダークトーンの中にこう白をいきなり持ち込んでしまうとあまり相性は良くありませんので、ジャケットもしくはトラウザーズ、このどちらかを明るい色にすることによって、まあ、この白のキャンバススニーカーもですね、こう浮かせずにコーディネートすることができます。まあ、今回ですね、こうネクタイも、まあ、白系のネクタイを合わせていますけれども、まあ、このネクタイはこう外してしまってよりカジュアルなジャケットスタイルでも私は白のスニーカーを履く場合でしたら OK だと思います。はい、このような印象ですね。まあ、このぐらいカジュアルな雰囲気になればですね、こう夏のリラックススタイルとしてですね、私はすごくかっこいいんではないかなというふうに思います。あと今回私が着ているこのジャケット、シャツ、トラウザーズ、これはもうすべてリネン素材です。まあ、キャンバスのスニーカーですので、まあ、ウール、モヘアのようなこうガチッとした硬い素材よりかは、まあ、こういったリネンが入っている素材の方が相性としてはいいので、まあ、夏なので、まあ、せっかくだったらもうリネンとですね、ぜひ合わせていただきたいです。はい、よりカジュアルにもうジャケットも脱ぎました。まあ本当に暑くなった時はですね、まあこのぐらいもうジャケットも脱いで、まあこの上下リネンで、まあ下は白のキャンバススニーカーを合わせるというコーディネートは私はまあとても好きで、こう夏はですね定番でやるコーディネートです。はい、続いては以前の動画でもご紹介しましたニットポロですね。まあニットポロではなくてもこうポロシャツでも OK です。まあポロシャツにですね、このコットンのトラウザーズを合わせているコーディネートです。まあこの組み合わせはですね、もう大人の休日スタイルとしてはもう一つの完成形だと私は思っています。まあこの組み合わせにこう白のキャンバススニーカーというのはもう完璧な組み合わせですね。もう見ていてとてもこう爽やかですし、それでいてこう流行に媚びてない、それでいてこう古臭さを感じさせないというコーディネートなので、私はこの格好はもういつの時代もこう普遍的でかっこよくあり続けるコーディネートだと思っています。まあ、先ほどお話ししましたように、こうトラウザーズがですね、こう色が明るめのものであれば、上がネイビーのジャケットを合わせていただいても、こう白のキャンバススニーカーというのはこう全く浮かずに合わせることができますので、まあ実際にネイビーのジャケットを着てみますとこのような印象になります。まあ私が持っているこうカジュアルジャケットということで、このニットジャケットもう何度も動画で登場していますけれども、このニットジャケットは本当に便利なので、私はまあカジュアルなコーディネートでもうジャケットを着るシーンがあったら、まあこれをですね、もうすごく使っています。まあ今実際に私が着ているこのジャケット、ポロシャツ、トラウザーズ、このキャンバススニーカーですね、まあカジュアルなシーンでも合わせることができますし、合わせ方次第によってはですね、まあ程よくかしこまった、まあ、ジャケットスタイルまで持っていくことができますので、この辺のアイテムをですね、こう中心軸にして、よりカジュアルなもの、よりドレッシーなものというように、こうワードローブを組み立てていくということができます。いかがでしたでしょうか。私がこの動画に限らず、こう皆様にお伝えしたいことはもうシンプルで、こうファッションおしゃれというのはもう決して難しいものではないということです。根本的にロジックは至ってシンプルです。基本的な構造さえ覚えてしまえばですね、あとはもう自由に楽しんだもの勝ちです。流行だったりとか日々移り変わるもの、そういったものはですね、まあ楽しむ分にはいいんですけれども、まあそれにもう飲まれてしまってですね、こうファッションに疲れてしまうっていうのが私はこう一番陥ってほしくない部分です。なのでそうではなく、まあ基本的な構造、まあファッションは面白くてかっこよくなれて素晴らしいものなんだっていうのをですね、皆様にこう分かっていただいて、まあそれを分かっていただいた上で、こう皆様にこう自由に楽しんでもらいたい。まあそういうところから私はこのように動画を作っています。以上です。この動画が面白かった、ためになったという方はですね、グッドボタン、あとはコメントもお待ちしております。あと私のホームページの中でザ・ブックというコラムを書いておりまして、そのコラムの中で私の洋服に対する考え方だったりとか、こう歴史から基づいた洋服のあり方などについて詳しく書いておりますので、洋服のこともっと詳しく知りたいという方はですね、概要欄に貼っておきますのでご覧いただけたら幸いです。あと私の日々のコーディネートもインスタグラムにアップしておりますので、そちらもご覧いただけたら幸いです。それではまたアップいたしますので、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。